東京は国ヘッセン州マインタウヌス軍の市で、ある。ハッタースハイム・アムマイン市は、北東は、軍独立市のフランクフルト・アムマイン、南東は、ケルスター・バッハ、南西は、ラウンハイム、西は、フレイルスハイム・アムマインおよびホーフハイム・アムタウヌス、北西は、クリフテルと境を接している。ハッタースハイム・アムマイン市は、ハッタースハイム、エッタースハイム、 オクリフテルの格式からなる。ハッタースハイム・ハッタースハイムは、北西では、アウトバーン A66 号線、北東では、連邦道 B40 号線の空港バイパスに接続するほか、S バーン S1 号線の駅もある。ハッタースハイムには、プロテスタント教会、カトリック教会、新首都派教会、二つのモスク組織とモロッコ系組織がある。 エッタースハイム本宿の人口は2007年現在4986人である。本宿はオクリフテル宿道用マイン川沿いに位置しており、給水施設や席がある。エンジニアで発明家のアントン・フレットナーはエッタースハイム出身である。エッタースハイムには S1 号線の駅がある。また、プロテスタント教会、カトリック教会のほか、小さな礼拝堂がある。 近年、乗馬場や屋内テニスコートが作られ、ラインマイン地方全域でその名が知られるようになってきた。オクリフテルとケルスターバフハトを結ぶフェリーオクリフテル2007年の人口は7563人。マイン川対岸のケルスターバフハとの間を結ぶフェリーが歩行者と二輪車を運んでいる。このフェリーは、下記の土曜日と日曜日、祝日に運行している。 オクリフテルには人工芝のサッカー場、プロテスタント教会、カトリック教会、オマディア・ムスリムジャマットのモスク団体がある。S バーンやアウトバーンには直接接続していない。オクリフテルの中心部は産業用地が主であり、数多くの小規模な企業がある。セルロースファブリークフリックスは1884年に設立され、1970年9月4日に閉鎖された。 この工場の創業は当時人口約650人の農村だった。この町に工業化の時代が到来したことを示すものであった。この工場の閉鎖により1000人以上の職場が失われた。フリックス AG はセルロースや人工繊維の生産者として1948年に新たに設立されたが、1967年初めにルートビヒスハーフェンのバスフに買収された。 ジントリンガー通りの本区の入り口にある高層ビルもこの区の景観を決定づけている。この建物の建設開始は1970年3月であった。1975年初めに施行者のアルファ、バウフランクフルトが倒産した。ヘラバ銀行ヘッセン中林ン,ンが評価額の70%で大部分の住居を購入した。住居は1980年になって、 やっと全個売却できた。マイン川沿いに多くの自転車道が通っている。ハッタースハイム周辺地域は古くから定住がなされていた。入植地跡は見つかっていないが、ケルト時代の出土品が発見されている。南西の住宅地では、紀元前500年から紀元前200年頃に使われていた墓地が発掘されている。ハッタースハイムやエッタースハイムの語尾のハイムは、 フランク人の入植地に由来することを示しており、六世紀から七世紀に建設されたと推測される。現在のクリフテル町内にあった隣村のヘディングハイムも同じくらい古い村であった。ヘディングハイムは十六世紀に廃村となった。九百七十年にハッタースハイムは市に昇格し、その二年後にオクリフテル及びエッタースハイムと合併して公式名を ヘッタースハイム・アムマインと称する新しい市を形成した。ハッタースハイムはラインマイン工業ルートの一部である。ハッタースハイム・アムマイン市の市議会は37議席からなる2016年3月20日に行われた市長選挙の決選投票でクラウス・シンドリングは50.5%の票を獲得して当時現職だったアンチ・ケスターを破って市長に 選出された。ハッタースハイムは以下の3都市と姉妹都市協定を結んでいる。ハッタースハイムはかつてバラの栽培地として重要な町であった。現在でもいくつかの造園業者では栽培がなされている。中核宿とオクリフテルとの間にレギオナルパルクラインワインの一部で一般に公開されているバラ園がある。ネスレコンツェルンの子会社であるザロッティエージーは 1994年まで本社をハッタースハイムに置いていた。ザロッティア、セルロースファブリークフリックスの他では、ラインマインバルパッペ GMBH が1957年から大口雇用紙として存在していた。1966年からあったホルフェルダーベルケ GMBH&COKG の死者は1997年に閉鎖された。 これによりハッタースハイムの工場の時代は終焉した。残っているのは主に小規模業者である。この中で1961年に設立されたドイチェ、プレシジオーンスベンティは275人の従業員を要するハッタースハイム最大の企業の一つである。ハッタースハイム給水所ハッタースハイムのポストホーフ、ハッタースハイムでは5月にポストホーフ周辺。 中心街全域市民公園でルフトハンザクラシカーターゲが開催される25周年記念大会が2013年5月25日から26日に開催されたこれはスクデリアルフトハンザクラシコによる国際的なイベントである2日間にわたって気さくなクラシックカー集会音楽演奏芝居クラシックカーコンテストが行われるこのイベントの間は 例外的に日曜日でも商店が開いており、市街祭も催される。クラシカーターゲは、ラインマイン地域の確固とした習慣となっている、仙台以上のクラシックカーが参加する。ありがとうございます。